急いで健康を感じます。あ、そうなんですか。僕やろうと思ったんですけどやめました。やめた。うわー、これがJカスタムですか。うわ、噂のドスケベじゃないですかこれ。めっちゃ着やすい。あ、本当にまるで弦が新品みたい。新品ですよ。機能変えめっちゃいいっすね。こだわりポイントみたいなあるんですか。こだわりポイントは一番はステンレスフレットに変えてるっていうのが一番でかくて。なるほど。ビブラート抜かした時の緊張感が、ビブラートのこのブルッと感が、ブルッと感すごいっすね。そう、9万円買いました。いや、このギターめっちゃ弾きやすい。いやー、嬉しいな。やっぱもうフレットが一番のこうポイントなんですか。タップがそもそもなかった。シングルでこうHSH。 これ今ここついてなかった。あ、ついてないんですよ。へえ。後付けでつけたんですか。そう、これ今こっちがシングルで、はい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 、こっち弾いたらこっちがシングルになるみたいな。そう引っ張ったらシングルになって押したらハンドになるっていう。使いますシングル結構。これすごいんですけど、はい、使わないんですよ。でしょうね。Jカスタム欲しいんですよ。ネック薄いっすね。薄いっすよ。それこれもネックそう薄いけど薄い方ですよね。これバルバニーズよりはやっぱりちょっとありません、ね、握り心地。あるあるある。Jカス最初持った時紙かなとかって。ここが欲しいがために僕買ったみたいな。いや、わかる。初めて会った時に、はいはい、すぐ焼肉行って。確かに、うん、焼肉行って、ね、僕がやり方とかそうギターの先生をやってたんですよ。まずギターの先生で、その時に相談という演奏動画は柏木さんは結構そのままコピーするのが好きなんですか。楽しみさんは作るのが好き。はい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 。フレーズをそう、その既存のものじゃなくて、ね、そっちタイプするんですよ、ね、逆で作るの苦手で、原曲をなぞりたい。もうだから演奏家タイプなんですね。演奏スキルがすでに出来上がってるフレーズを気持ちよく弾きたい。なるほどなるほど。そうタイプの。あ、でも人間性とかもあるんですね。本当に申し訳ないんですけど、はい、作るの苦手とか言ったんですけど、はい、好きな側面で創作意欲が湧く OK と、そうじゃない OK。 あー、わかりますね。それはちょっと僕の話になっちゃう。はいはいはい、はい、いや聞きたいです。初めて音楽の仕事をするとき、はい、カラオケを作るっていう仕事を。なるほどなるほど。まあありますよ、ね、いただいて、で打ち込みとかしたことない。はい、団子を触り始めたばっかり。はい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 。でこの曲の耳コピーをして打ち込みをして、同じような OK、歌がない状態を再現しないといけないってなったときに、ピアノメインの曲。はいはいはい。僕その時未熟だったからコードの知識なかった。ちょっと難しいけどディグリーとか、はいはいはい、全く分かってない状態で。なるほどなるほど。ピアノの音を耳コピー、ピアノの音を耳コピーしたのも初めてです、ね、はいはいはい。できたのが高音のピンみたいな、もう、はいはいはい、コードが鳴ってるここだけとか。ああ、耳コピーしか僕は抜け取れなくて。いや、それすごい分かる。僕それの近い体験が、はい、ディミニッシュ。はい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 。僕もコードとかの知識がないとか、はい、まあディミニッシュってこう、はいはいはい、こういうサウンドがあった時に、うん、なんか例えば、はいはいはい、こういうのよくあるじゃないですか、はいはいはい、マシングっていうか経過のね、はい、経過で使うディミニッシュ、 C からの D、 これがマシングディミニッシュ、 マシングディミニッシュからの Dm みたいなあるじゃないですか。なんかいいけど、これ何をどうなってるかわからないみたいな。はい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 。コードとかも当時その知らない時に、うん、なんじゃこれみたいな。ちょっとディミニッシュってくせ者感あります。そうですよね。これの一番高い音だけ僕もこれはわかるみたいな。はいはいはい、はい、これであることは確かであるみたいな。まあね、確かに。コードのよくわからないコードの時、一個ずつの音をこう拾って、ね、拾ってっていう。ここは間違いなくいるっていう。そうそう。
あれでもちょっと訓練が必要ですよね。必要ですよね。その必要に駆られないとというか、うん、師匠が一緒じゃないですか。そいでそいなんか最初アドリブしだした時に、はい、ハマって弾いてたやつとかあります、ね、アドリブフレーズここ気持ち悪い、はい、アドリブフレーズちょっと2人で、はい、あ、じゃあ先あ、僕先なんか僕、この予言と三言でもうこれあー、そこはめっちゃわかる、まあ、そこ絶対、まあ、絶対になりますよね。そうですね、何と僕もそれはあるっすね。あのね、トゥトゥタワーは、トゥトゥタマジで使えますよね。僕は、あの、どこトゥトゥタでした？僕ね、ああ、なるほど、なるほど。そこトゥトゥタ。僕ここトゥトゥタ。なるほど。じゃあ結構個性出ますね。あ、確かに。僕最初の時、そのトゥトゥタの感覚なかったっすね。あ、マジっすか？めっちゃかっこいい。今逆どこトゥトゥ？僕だから、結局、C。メジャーに聞いて曲が弾けないっていう。ああ、なるほど。でもギタリスト多いそう、マイナーが得意みたいな。みんなマイナー、僕もそうですけど、マイナーの方が好きなんですよ。まあ、なんかトップ、やっぱマイナーペインだから。ああ、まあ確かに。入る感ギタリストってそうっすね。あるっすよね。あれかも。なんか、メジャーキーちょっと。なるほど。苦手感。メジャーでやるぞ。右にもう1時間経ってる。早い。あと3時間ぐらい欲しい。確かに。ね、てか一生入れるここが。マジで本当に。いやでも J カスタムマジで弾けてよかったっ。あ、マジ。いいっすね。僕もちょっと J カスタム欲しいっすね。いります？いります。あげません。やった。やってない。うわ、めっちゃ緊張するね、これやばくっそー。次行ってもらっていいですか。いや、まあ、これね、これはなんか王道かもしれない。はい、全然音じゃなかった。全然音じゃなかった。